こんにちは。今日は共通テストの2023の数学1の第3問の括弧1。数学1へでは第2問の1の括弧1。求める回答ちょっとだけ違いますけれども基本同じ問題ですね。データの分析についての問題です。全体としては家計調査の結果から都道府県庁と政令指定士の かば焼きですね。かば焼きと焼き鳥の家計消費を比べるという問題ですね。なぜかば焼きなんでしょうね。まあ、こんなグラフ、ヒストグラムですね。で、表されるデータをこう見ていくということですね。ここでちょっと基本、なぜこんなデータ、特にデータの散らばりぐらいですね。データの散らばりを見る。 生活とどんな関わりがあるんでしょうね。そんな基本をちょっと見てみましょう。例えばですね。まあ、かば焼き。まあ、私も年に一度食べれるかどうかくらいですけれども、もっと切実な問題。例えば年収。皆さんが将来とか、もうすでに働いていて、年収の平均値。例えば、ある国、 の平均が、一千万、一千万円。結構いい収入ですね。っていうのを聞いたとします。ところが、より詳しく聞くと、百万の人が、年収百万円の人が一人、二百万円の人が一人、 ぐーんと増えて、1700万円の人が1人、2000万円の人が1人。こういう4人がいる国だとすると、これでも平均は1000万円なんですね。これで、この国の平均年収は1000万円と言って、 っていれば大体こののの国国民の生活水準わかかると言るとえでしょうかそうですね。非常に貧しい人と裕福な人が偏っている。そんなことがわかると思うんですね。こういうことを見るのがデータの散らばりを見るということの大事な役割なんですよね。 そして日本で例えば相対的貧困、子供の皆さん聞いたことあるでしょうか豊かだと思われてきた日本で、実は子供たちの相対的な貧困が非常に大きな課題になっているということが、ちょっと前に発見された。 相対的貧困ということが大きな問題になり続けていますけれども、これは所得、所得が国民の中央値。これもこれから問題で見ていくわけですけれども、所得が 国民の中央値の半分以下、そういう所得水準で生活しているというのが相対的貧困状態というふうに言われるわけですね。絶対的貧困というのは本当に毎日の生活自体が食べるものにも事欠くということなんですけれども、この相対的貧困ということは平均的な生活ができない。 子供で言えば十分な学習とか毎日の食事とかそういうことになかなか困難がある。そういう生活状態ですね。これが例えば2019年には子供の13.5%子供の7人に1人は相対的貧困状態にある。さらに一人親の場合はほぼ半分 の家庭が相対的貧困にあるということで非常に大きな課題になっているわけですね。そういうことでこういうデータの分布というのを見ていくっていうのは生活、私たち自身が生活を見直していくときにも非常に大事なテーマになっています。で、共通テストの問題ですが、 県庁所在,所在地と政令都市での蒲焼きの消費の分布を見ていくわけですね。そして括弧1で見るのは中央値。括弧1。この分布を見ていくわけですね。1000円から1400円を年間蒲焼きに使っている都市は2都市ある。という、そういうような 分布の図なわけですね。ヒストグラムという図ですね。で、求めるのは、中央値。第一、四分位数。第一、四分位数。そして、 第三四分院数。そして四つ目の四分院範囲。この四つについて見ていくわけですね。 最初の三つについては、それぞれが含まれる階級ですね。それを見ていくわけです。でちょっとここで、この中央値第一四分位数、第三四分位数、四分位範,範囲というのは何かということをちょっと丁寧に見ておきましょう。まず何かの変量。この時は死の数とか蒲焼きの支出金額という。 そういうような変量が2つここではあるんですけれども、な変量が、何かの変量があったときに、これは次の問題で出てくるので、ここで見ておくといいと思うんですけれども、こういう図があるんですね。 箱ひげ図と言いますね。箱ひげ図。このカッコ1の問題を解くときには、特に箱ひげ図を知らなくても解けるわけですけれども、念のため、箱ひげ図ということで、理解しておくと、この4つの数値がどういうものかというのが、よりわかりやすいと思います。 これどういうグラフに使うかというと、ある値で一番小さいところが、これは最小値を表す。最小値。変量の中での最小値。例えば、蒲焼きの出金額だと、この一番低い金額ですね。そこが最小値。 そして、ここ。アコヒゲズのここの右の端というのは最大値。そして、ここに、この四角の中に、まあ、アコヒゲズということなので箱ですね。中に線が一本ついています。ここは、 中央値。例えばこの変量の中で、ここでは52子ありますけれども、ちょうど真ん中の値ですね。これを中央値。そしてここで四分位数という言葉が三つ出てきますけれども、四分位というのは何かというと、このデータの散らばり。 データを4等分してみるんですね。データの分布を4等分してみます。なので、ここが、ここが第1四分位数、最初の 全体のデータの4分の1のところを第一四分位数。中央値はちょうど真ん中なわけですけれども別の言い方では第二四分位数というんですね。そしてここ。4つに分けた1番目、2番目、3つ目。 そして全体という形になるんです。ここを第三四分位数というんでしたね。そしてデータがある範囲はここからここまでなんですね。データの範囲は最小値から最大値の間にデータがあると。 データの範囲は、ここから、ここまで。じゃあ、四分位範囲というのは何かというと、データ全体が散らばってる中で考えるときに大事な部分として、ここ。第一四分位数から第三四分位数までの間を、 四分位範囲というふうに言うんですね。ということで、ここまでで大体、ここの、括弧一1の問題のこの4つの値を見る準備ができてきたわけです。そしたらどういうふうに見ていくかというと、ここ、ヒストグラムというのは、ある一定の範囲の 変量について、それぞれ、ここでは死の数ですね。死の数がいくつずつあるかを描いたグラフになるわけです。そうすると、この4つの値を見ていく上で、だんだんこの最小値のある範囲から何、何死ずつ累積度数というものを見ていくと、 解けるのではないかと思うんですね。で、見ていくと、ここの範囲は2子。ここは7子あるので合わせて9子。ここは11子あるので合わせて20子。さらに、ここは7子あるので20、ここまでに、これ以下にあるのは27子。 さらに10増えるので37種、そこに8種増えるので45種、ここまでに、ここまでには45種、さらに5種増えてここまで50種、ここで1種ずつあるので51五52種と。いうふうにだんだん増えていくわけですね。 では、この時全体、全体が52子あります。全部で52子。そして、これを、中央値あるのは52子の半分のところ、26子と27子の値を、 平均すると中央値が出てくるので、26と27があるところを見ると、ここですね。そうすると、これのある範囲は2200円から2600円。2200以上、ここは2 2 0 0以上、2600、今。 52で割っておきましょうか。52割る4は13ですね。その時は中央値。この場合で、これ見ていくと、ここ。13と14の間。中央値は26と27の平均。 第四第3四分位数は39と四というふうになるわけですね。そうすると、ここの、まず中央値は26と27が含まれているとこ、こ,こですね。これで2200以上、2600未満。ということで、答えは丸三。第1四分位数は13と、 14の値の平均なので、ここ、1800以上、2200人ということで、丸2番。第3四分位数というのは、ここ39と40の平均なので、3000以上、3400未満。 ということで、丸5というふうになるわけですね。今度、四分位範囲はここからここまでですね。そうすると、ここの幅ですね。これは1800から2200。まあ、以上と未満ですけれども。 ここ。そして3000から3000、ここ。この中のどこにデータがあるかわからないわけですけれども、一番少ないのはここの中の一番少ない数と一番多い数を引いてやればいいので、3000。 引く。2200。800。今度、一番大きいかもしれない。一番少ないところに20子が全部1800円かもしれない。というのが、一番差が大きくなるので、 これを引いてあげると1600ということで答えは800より大きく1600より小さいということですね。ということで回答としては丸1 ということになります。ですね。そでは、皆さんも自分で考えてみましょう。